率直に嬉しいです。本当にこう今年負けてないチームだったんで、なんとか黒星をつけてやりたいという気持ちで、全員が望んだ結果、こうスタジアムの雰囲気と皆さんの応援のおかげで勝ち切ることができました。ありがとうございます。みんなが10人が前のフィールドの選手が一生懸命走ってくれてたんで、僕も少しでも力になりたいなと思って、まあ、僕自身は止めるのが仕事なんで、その仕事ができたことが嬉しく思ってます。一体感というか、誰が出てもこう素晴らしいプレーできますし、このデスタの雰囲気、会場の声援っていうのはすごい一体感があって、これこそアビスパ福岡っていう気持ちになりましたし、これからももっともっと苦しい試合が続くと思うんですけど、これからも応援よろしくお願いします。